ハロー YouTube、 皆さんご機嫌いかがですか。北村郁夫チャンネルの北村郁夫です。今日は、コロナで自粛ということですので、自宅で、レザークラフトをやっています。今作ってるのは、ロングウォレットですけど、その中の、札入れ部分、アコーディオン型の札入れ部分ですね。自粛なんで、こういう時はこのなんかレザークラフトみたいな家でやることがいいかなと思います。では早速やっていきたいと思います。だいたいだけど半分ぐらいもう作ってあって、あと残り半分ぐらいやろうかなっていうところです。でまずこれをアコーディオン型なんで、ただこの2枚を合わせてるだけですね。これをちょっと、縫い合わせていきたいと思います。その前にこのひしめ打ちですね。ひしめ打ちで穴開けて、皆さん暇でしょそうですよね、自粛ばっかしてうちにずっといるから暇ですよね。暇だと大変なんですよね。暇だと死んじゃうんですよ。死んじゃうって武田邦彦先生がよく YouTube でやってるんですけど、暇だと死んじゃうとかっつってね、やってました。締め打ちは一番まあ簡単なところが、締め打ちってこうやって穴開けるところがね、一番簡単なんですけど、あ、これカメラ揺れますね。机の上にちょっとカメラ置けちゃってるんで、ちょっとクッションしようかな。クッションが見当たらない。とりあえずこれでやってみます。これまっすぐ打ってくださいね。まっすぐ打つときはやっぱりこうやって立ててこうやって打った方が真っすぐできやすいですね。4つ目なんですけど、一番最後のやつに引っ掛けてこうやっていくとまっすぐできます。5分経ちましたんで、このコインケースとこの、札入れですね、これを貼り合わせます。
くほぼ乾いてきたんで、ここでヤスリがけをします。ですね、ここで水をつけてやると結構形が早く整いますね。でも水つけちゃうとちょっと柔らかくなっちゃうんですよね。柔らかくなるとこの削れて後でなんか面取りするときですね、ちょっとやりづらくなっちゃうんで、まあこれでできないことがないんでこのままやっちゃいます。結構これね、木じゃない、木ほど出ませんけど、埃がすごいです。家の中でやるのはちょっと大変なんですけど、まあしょうがないっちゃしょうがないですよね。これ削らないと綺麗にならないから。だいたい締め打ちで穴が開きました。この辺ちょっと曲がっちゃったんですけど、ね、ちょっとかっこ悪いですけどこのままやっちゃいます。しょうがないですよね、これ以上綺麗にならないし。よし、はい、それでは今度は糸ですね。ここが10、20、30、40、40だから1m60 からそのぐらいですね。ざっくりでいいかな。 1m50 の2倍、身の回りは足りるでしょ。
それではくっつけていきたいと思います。針で一応あとつけてありますので、こことここに合わせます。2本目を使います。先端に穴を開けた。1本目でするか、ここ下まで出てない可能性があるんで、これでもう一回。それでは縫っていきたいと思います。
けえじゃん。なんか早い。さあ本体にカードケースをつけていきます。さあ貼り付けます。やば、もう一つ上だ。それではリバイターで周りに線をつけていきます。
Thank you.
ー。